こんにちは、折り紙作家の神木です。今回は干支の折り紙うさぎだるまの作り方をご紹介します。立たせて飾ることもできますし、平面作品としてリースやカードに貼って使うこともできます。この数字とお花の折り紙は神木の贈り物折り紙という本の中で作り方をご紹介しています。またこのコマと小さいうさぎの方は神木の可愛い季節の折り紙という本の中でご紹介しています。こちらの本にはこのうさぎをはじめ十二支だるまが全部載っていますので、ぜひこちらも作ってみてください。こちらの本には巻末にコピーして切って使うエトバークのおまけもついています。使う紙のサイズです。本体部分は15センチ角、耳のパーツが15センチを4分の1にした 7.5 センチ角、鼻のパーツをつける場合は 7.5 センチをさらに4分の1にしたサイズのものをご用意ください。それでは本体部分の作り方です。まず色の面を表にして横半分に折り筋をつけます。半分に折って戻します。次に縦半分に折ります。次に上の1枚を縁と縁を合わせて折ります。折ったところを戻します。裏返して同じように上の1枚を折ります。折ったところを戻します。そして白い面を表にして広げてください。次に上の縁を真ん中に合わせて折って折り筋をつけます。折ったところを戻します。今度はつけた折り筋に合わせて上の縁を折ります。はい、今ここに斜めの折り筋がついていると思いますが、ここの折り筋のところにちょっと爪を当てて角をつまんで曲げます。そしてちょっと斜めになるところで折ってください。そうしたらこちら側を裏へ半分に折ります。そしてこちら側も折って下の縁と合うところで折ってください。こうすると左右対称に折れるかと思います。はい、折ったところを戻します。次に下の縁をここのところから2センチぐらい離してですね、だいたい2センチぐらいのところ、顔の幅お好みなんですけども、このぐらいがいいかなと思います。はい。裏返します。両方の縁を真ん中に合わせて折ります。
次に下の真ん中までのここの半分のところですね、ここで角を折ります。反対側も同じようにここの真ん中あたりのところから角を折ります。平面作品として使う場合はこれで出来上がりです。立たせて使う場合はこの部分を中割り折りします。はい、この部分もう一度しっかりと折り筋をつけたら、折ったところを戻して広げて、でつけた折り筋で角を中へぐっと押し込んで折ります。反対側も同じように折ったところを広げて、今、山折り山折り谷折りになっているこの谷折りを山折りに変えて、そして角が中に押し込まれるようにして折ります。そしてここの部分をちょっと軽く曲げます。すると立たせて飾ることができます。これで本体部分の出来上がりです。次に耳のパーツの作り方です。まず三角に半分に折ります。次に真ん中に折り筋をつけるために半分に折って戻します。次に上の角を2枚とも下に合わせて折ります。次に真ん中から少し離して角度をつけて折ります。ここの角度が微妙なんですけど、このぐらいちょっと暗い折りになりますが、したら、次この角を折って耳になるようにこう細くします。ここがまたちょっとガイドがないんですが、ちょっと折ってみていいバランスで折れるとこですね。必ずこの角のところとは限らず、そうですね、今回ちょっと角の上あたりに角が来るようになってますけど、はい、反対も角を折って耳のところをちょっと細くなるように折ります。はい、次に上の部分を折ります。この時に下の角に合わせるとちょっと短めになる場合があるので、ちょっと角の手前ぐらいまでで折るといいかなと思います。反対側もちょっと心持ち角の角より手前に合わせるといいかなと思います。微妙ですけどちょっとここ隙間が空いてます。そして上のところもちょっと丸みをつけるために折ってください。はい、そして裏返して耳部分の出来上がりです。先ほどの本体部分と重ねて貼り合わせます。鼻パーツの作り方です。
実際に使う紙は 3.75 センチ角なんですが、ちょっと小さいので 7.5 センチの紙で説明します。まず三角に半分に折ります。真ん中に折り筋をつけるために半分に折って戻します。次に両方の角を下に合わせて折ります。裏返します。次に、上の2枚を上に合わせて折ります。次に角のところを左右に合わせて折ります。そして角のところをちょっと丸みをつけるために少し折ります。先ほど折った上のところを戻します。そして上の角を真ん中に合わせて折ります。下の角を上に合わせて折ります。そして左右の角を少し折ります。裏返して花パーツの出来上がりです。実際に作るときはちょっと小さい紙なので作るのが大変だという場合は手書きしてください。花の部分には、5ミリの黒い丸シールを貼ってますが、黒いペンで書いても構いません。花パーツを本体に貼り付けます。あとは目やほっぺたを書いてください。柄の折り紙で作っても可愛いですよ。こちらの折り紙は抗菌折り紙カミキー監修シリーズのひな祭りセットに入っています。ひな祭りセットですが、お正月にも使えるような和柄が入っていますので、ぜひこちらも使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。うさぎ年の1年が跳ね回るような楽しい1年になりますように。それでは次回まで、さようなら。